八代信号所は、高知県阿川郡の町枝川にあると左伝交通伊の線の信号場である。対外的には、信号所という表現は使わず、八代行き違い場所として公表している。移設後も、運行図表や運転士の携帯する乗務航路表に、8台と表記され、運転士も、無線更新等の際に、8台と呼んでいる。 運輸安全委員会の平成29年11月の報告書では8台停留場として表記されている。旅客の乗降扱いは行っていないため行き違いのための信号所としての位置づけになるが信号等は設置されていない。なお、2021年1月のダイヤ改正により行き違い列車がなくなったため分岐器の固定が行われ、現在は 分岐側への侵入が不能となっている。八代信号所の開設時期については不明である。もともと当地にあった八大通り停留場が西に移設された際、それまでの停留場が客扱いをしない、停留場になった。停留場であるが客扱いをしないため、一般的に信号所と呼ばれることが多いが、あくまで土佐電交通では、行き違い場所と呼称している。 二線を有し列車交換が可能であった。2021年1月のダイヤ改正により行き違い、列車がなくなったため分岐器の固定が行われ、現在は分岐側への侵入が不能となっている。東信号所での列車交換がなくなった関係で、通標の形状が浅倉井野間を通して、へと変更となった。単線の鏡川橋井野間にあって場内は、伏線で、 列車交換が可能。井野方面行きの下り線は直線で、張馬や橋方面行きの上り線が北へと分岐していた。列車は交換の有無にかかわらず左側線を走行していた。東信号所の東で、井野線の軌道は国道33号の高知西バイパスと交差する。交差地点には、高知松山自動車道、枝川インターチェンジがある。名称は、 ネットや雑誌等で、中山信号書と記されていることがある。2021年1月までのタブレットの形は、朝倉東信号書館が、東信号書井野館が、であった。ありがとうございます。